後の抵抗激しく膠着状態続く。前進は困難な状況。どうぞ。こちらの隊員の指揮旺盛。ボーテックス2、エリク了解。Nフィールドは連邦の本体じゃないのか。何か来たのか。あのモビルスーツは何だ。あ、新型が入っていると聞いてます。キシリア様のとこだと思いますが。足がないぞ。え、あ、本当だ。新型か。あれで正解なんだ。タイプってやつか。キャノンであのスピードなのか。すごいやつだ。ガンダムって。間違いないよ。投降しろって言ってる。ギレン総帥が戦死されたって本当なんだ。キシリア少将のグアジンは分かんないよ。エリク総帥じゃないか。ボーボーだ。少佐に言わないと。いや、やめた方がいい。なんだよ。この状況で負けたなんて言えないだろう。補給したらあの人行っちゃうよ。戦闘の光が減った。何があった。え、何でしょうか。爆発の光が減っているぞ。言うなよ。でも少佐を無駄死にさせるわけにはいかないだろう。おい、言うなよ。あのミノフスキー粒子が濃くて通信がつながらないんです。これだ。水天の涙作戦は実行されたんだろうか。地球が憎くて落とすわけじゃない。分かってくれ。司令部より各部隊、2100をもって砂漠の風作戦を開始する。本作戦によりアフリカ大陸に潜伏するジオン残党の息の根を止め、所定の位置に到達しました。準備はいいな。はい、はい、終戦は1年も前に迎えたという。インビジブルナイツ動くぞ。了解。了解。2番草巻応戦する。あいよ。了解しました。敵は我々の作戦を事前に知っていたものと思われる。冷静に分析してる場合ですかい。陣形を変更する。 V フォーメーションだ。焦げ付きは私がやる。もう私を下がらせただと。部隊の人たちから私たちの方上です。全軍に射撃指示を。水天の涙、我らの手で。ここに星が降り注ぐ。何を言ってる。時は来た。リューク隊長、迎え撃て。ここで変えた歴史が変わる。奇跡でも起こせたんだ。貴様、名は。リューク・クーロだ。覚えておけ。
エリク・ブランケの名を。宇宙世紀0079、1月3日、地球から最も離れた宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対して独立戦争を起こした。開戦からわずか1ヶ月、ジオン公国と連邦軍の戦いは総人口の半数を死に至らしめた。それでもなお戦争は1年間にわたり続くこととなった。宇宙世紀0080、1月1日、月面都市グラナダにおいて、地球連邦政府とジオン共和国臨時政府の間に終戦協定が結ばれた。こうして後に一年戦争と呼ばれるこの戦いは地球連邦の勝利で幕を閉じた。だが戦いの火は未だ世界各地でくすぶり続けていた。所定の位置に到達しました。了解しました。そのまま待機を。フリッツ少尉はどうでしょうか。こちらも作戦位置に到達しましたよ。隊長、作戦の準備が整いました。フィリーネ・イステル。はい。訓練通りにやればいい。すみません、大事な任務のバックアップなのに。アイロス、フリッツ、準備はいいな。はい。私たちは今日までに新三を舐め尽くしてきた。戦うことも死ぬことも許されず、生き恥も晒してきた。だがそれに耐えたのも水天の涙という希望があればこそ。時は来た。我らインビジブルナイツの手によってジオンに栄光を取り戻すぞ。了解。了解。隊長、作戦時間です。インビジブルナイツ、動くぞ。これなら民間人ですらモビルスーツを奪えますよ。隊長、これより援護します。やっぱりコックピットは落ち着く。隊長、指示をください。敵残存戦力の沈黙を確認。連邦軍のパイロットなど私たちの敵ではありませんでしたね。そうだな。全てにおいて私たちインビジブルナイツが勝っていた。フィリーネ、撤退経路のデータ。今転送しました。アイロス、フリッツは先行しろ。私が背後につく。了解。先行します。さすがにすぐには追ってこれないでしょう。隊長は少しばかり真面目すぎますよ。お前は少し見習うべきだな。そりゃどうも。慎重にもなる。彼女も命を懸けているのだから。宇宙世紀0080、1月1日、私は終戦を告げる放送を部下と共に聞いた。言葉がなかった。私たちインビジブルナイツが
課せられた作戦を実行に移す直前のことだった。月のマスドライバーを使った質量弾による地球への直接攻撃、作戦名は水天の涙。常に月から地上を狙える状況を作ることで、地球連邦政府との交渉の席を設け、スペースノイドの独立を認めさせる計画だった。私の部隊インビジブルナイツは任務を果たすことなく、ただ静かに敗北した。そのような状況下で終戦を受け入れるのは非常に困難なことであった。朝起きたら顔を洗うかのような自然さで、私は部下と共に反抗活動に身を投じていくことになる。ジオンの軍人としての誇りを胸に抱きながら、何より連邦軍内部に潜り込み、危険の最前線に立つ彼女に報いるため。陽動を仕掛けます。派手に暴れるとしますか。二人とも気は抜くな。周辺の安全は確認済みです。イフリートのダッシュを。ジオンが攻めてきた。イフリートの機動試験は中止だ。くそ、モビルスーツ部隊は何やってんだ。イフリートはあれか。そんなもので、勇敢さがあだとなったな。ヒルデ、こいつを頼む。了解。迎えに来たぞ、イフリート。整備兵には礼を言わなければ。できるくらいならやってる。不意には気をつけろ。責任されるのは危険だ。この感覚、まさしくジオンのモビルスーツ。でなくては面白くない。こちらエリク・ブランク。イフリートのダッシュに成功した。作戦通り撤退する。アイロス、フリッツ、無事だな。はい、なんとかってところですけど。敵の部隊もかなりできるよ。隊長機と思われるのは特に危険です。私とフリッツでは直撃を避けるので精一杯でした。ならばイフリート那覇との性能テストをさせてもらうとしようか。立ち穴がいるんじゃ無理はできない。だが手を抜けば不審に思われます。じゃあどうしろって言うんだよ。コックピットを避けるしかないでしょう。冷静さは鼻につくな。今は嘘でも冷静になるしかないんです。敵部隊防衛線を下げました。打ち損じたか。連邦にも手強い連中がいると分かりました。だけど俺たちは勝った。隊長のおかげですよ。イフリートの性能にも助けられた。連邦軍の増援を補足。任務は完了した。撤退するぞ。了解しました。了解。タチアナ、なぜ戦場に出てきた。泣き言は聞きたくないわ。さらに敵の増援を確認。隊長、このままでは。敵、また増えてます。正面を強行突破する。ついてこい。敵の突破が一番容易な場所はどこだ。レーダーに表示します。速度を緩めず、このまま敵陣を抜けるぞ。敵包囲網を突破しました。追撃されては面倒だ。一気に突破するぞ。幼少の頃から同じ時を過ごしてきたアイロスとフリッツのもとに軍からの召集令状が届いた。同じものが私のもとにだけ届かなかったのは、私が父の子であるからであろうと推測できる。一緒に遊べなくなることをフリッツは残念がっていた。軍に属することへの恐怖などよりも、私を気遣ってくれたその態度に胸を打たれる思いだった。私は良き友人に恵まれた。
サイド3の独立を友人2人に託すことが私には義にもとる行為と思えてならない。先ほど軍へ志願する旨を両親には伝えた。父は喜び、そして母は泣いた。フリッツとアイロスは何と言ってくれるだろうか。おそらくフリッツはせっかくの兵役免除がもったいないと言って大笑いをするのだろう。3年前から軍に籍を置く彼女は、タチアナはきっと困ったような顔をする。あの部隊長は、オデッサの連中がどうして。落とすぞ、続け。敵、これ以上死なせるものか。連邦にもできるのがいる。その声、若い。だが敵だ。もらったぞ、新型。シェリー、やれ。どうしてそう無防備なの。フリッツ、避けろ。フリッツ様、よくもフリッツを。シェリー、下がれ。シェリー、シェリーだと。そんな。何？ビリーネ、フリストに行ってヒルデを出させろ。もう近くにいるわ。オデッサにいた連中、できる。今までの敵とは別物と思ってください。あなたがそこまで言うのなら本物なのね。それ、タチアナさん。それも間違いありません。隊長、指揮を。味方の撤退を援護だ。部隊の損害は最小限に抑える。フリッツは本当にやられたの。だからこそこれ以上はやらせない。私たちの悲願のため。水天の涙を実現する。スペースノイドの独立を勝ち取るためにも、それが私たちの悲願だ。水天の涙。地磁気の影響での渾身か。こんな時に通信まで。条件は同じだ。臆した者からやられるぞ。危険な状態を生む。そうだ、今はフリッツもタチアナも忘れろ。味方部隊、敵の包囲網を突破しました。インビジブルナイツにも撤退命令が出ています。撤退する。水天の涙とは何だ。お前たちには止められない。何だと。いずれわかる。フリッツ、お前はバカ野郎だ。アイロス、私が迂闊だった、すまない。フリッツ、お前の思いは最後まで私と一緒だ。タチアナ、これあなたに預かっていてほしいの。地球にはタチアナデアの持ち物は何一つ持ってはいけないから。明日から私はシェリー・アリス。エリク・ブランケとは赤の他人になるわ。そうだとしても覚えておいてくれ。
タチアナ・デーヤは私が姉と慕うたった一人の人間であるということを。ありがとう、エリク。タチアナ・デーヤにとってもあなたは可愛い弟だった。毎日夜空を見上げるようになったのは流れ星を探すためなのだろう。彼女の言葉が思い出される。ねえエリク、知っている？まだ人類が空に上がる前、人が流れ星に願いを託したこと。ある島国では空から海に落ちるその雫に水天の涙と名付けたそうよ。任務で地球に行ったら毎日夜空を眺めるの。そして水天の涙に祈るわ。戦争が終わり、私たちが全員無事に再会できることを。全目標の破壊を確認しました。地上の掃除に感謝するぞ。全機撤退する。次は水天の涙を降らせる。待っていろ、フリッツ。もう少しだ、タチアナ。お前たちの思いには必ず私が報いてみせる。作戦が成功した暁には世界はジオンが健在であることを知るでしょう。空から飛来する私たちの希望、その力を知れば連邦の政治家どもも空を見上げずにはいられまい。そして気づかせる。どちらが上でどちらが下であるか。地球からの一方的な支配の歴史は私たちの手で終わりにするんだ。常に月から狙われていることを知れば臆病者たちはすぐに交渉の席に着くでしょう。その時私たちは彼らと同じ目線に立っています。ジオンの再建も夢ではないというわけね。それにタチアナさんも戻ってくるわ。最後まで気を抜くな。そのまま防空施設を全て破壊しろ。敵に増援部隊が送り込まれた模様。 B7 ブロックに例の遊撃特務部隊です。ハイエナめ、第二部隊で足止めだ。インビジブルナイツは防空施設の破壊を優先しろ。大佐、彼らの相手は？エリク少佐、彼らはジオンの軍人だ。悲願のためになら覚悟はできている。隊長、水天の涙落下まであまり時間がありません。急ぎ防空施設の破壊を。私はまた彼女に味方を撃たせるのか。索敵圏内の全防空施設の破壊を確認。いえ、まだ一つありました。どこだ？隊長、退避を。今からでは間に合いません。場所のデータをよこせ。送りました。私が行きます。私が。まさか大佐。間に合うのは私だけのようだ。あとは任せるぞ、エリク少佐。偽りの平和にあぐらをかいた連邦の愚か者どもに目に物を見せてやる。ジオンに栄光あれ。撤退だ。他の部隊は見殺しですか？二度も言わせるな。質量弾の到達まで30秒前。時間がないぞ。20秒前。18 17 16 15 14 13 1211、10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
何も起こらない。嘘でしょ。どうして落ちてこない。まさか月の舞台に何か。そんな、こんなことって。まだ信じて戦ってる人たちがいるのに。アイヒマン大佐は何のために。それにあの人も戻ってこない。来れない事情があるのか、あるいは彼女が裏切るはずない。フィリーネ、撤退信号だけは打っておいてくれ。了解。宇宙世紀 0081 9月1日月は絶望的な状況にあると分かった。部隊は全滅。もはや戦力と呼べるものは残っていない。作戦の要である月からの質量弾発射はこれで不可能となった。たった一つの光明は、水天の涙作戦の全容が未だ連邦軍に知られていないことだ。ただマスドライバーから質量弾を射出するプログラムは月の部隊とともに失われた。私の手元にはオーガスタ基地を狙った起動プログラムだけが残っている。私たちが月に上がったとしてもオーガスタ基地を攻撃し、作戦はそれで終わりだ。第二者を他の連邦軍基地や地球の都市部に落とすことはできなくなった。当然地球連邦との交渉など夢のまた夢である。もはや水天の涙に本来の価値は見出せなくなっている。だがそれでも私の部下は月に行くと言ってくれた。散っていった英霊たちの思いに報いるために、未だ抵抗運動を続ける同胞のために、私たちは月を目指す。アイロスとグスタはすでに乗り込んだな。はい、すでにシートについています。隊長たちもそろそろ。やはり来たわね。基地の防衛カメラに映像来ました。例の遊撃特務部隊です。同胞が私たちを打ち上げるためここに集まってくれたのだ。やられるわけにはいかない。ヒルデ、ロルフ、敵を撃退する。行くぞ。了解しました。お任せください。時間がない。10分で戻るよ。よし、全員乗り込んだぞ。今の君たちは案ずることなく空へ上がる。まさか基地ごと連中を。奴らに君たちの後は追わせる。行け、我らが希望よ。敵の大部隊が接近してきます。イフリート、一体誰が。あとは任せたぞ、お前ら。エリカ、ミスト。お前だけは道連れだ。やらせるか。逃がさん。こいつ、お前はここで終わりだ。死なせない。何？隊長、逃げ。シェリー、ダメだ。離れろ。シェリー、待て。それにはクリストが。あ、クリスト！発射まで残り8分です。よし、マスドライバーまで一旦下がる。私たちの勝ちです。勝ったのね、私たち。これで水天の涙が降り注ぐ。死んでいった人たちに顔向けできますね。発射位置到達まで残り7分。これは。何があった。レーダーに機影を確認。敵が短期で突っ込んできます。それとまだ距離はありますが、連邦軍の大部隊がこちらに。今さらの増援は無意味です。大部隊の方は発射時間に間に合いっこないわ。問題なのは突っ込んでくる一機だけ。そいつを片付けて終わりです。今の私たちになら止められる。その後のことはもう考えなくていいから。総員、戦線より離脱しろ。隊長、何を。そうですよ。ここまで来て逃げるなんて。奴の相手は私がする。後続の大軍に包囲されれば私たちに打つ手はない。私も最後まで隊長と共に戦います。そのつもりでここにいます。そうです、隊長。その必要のない人間まで死ぬことはない。だったら私が残ります。お前たちは生きろ。そしてこの戦いの意味を見届けてほしい。隊長、頼む。フィリーネ、タイロのデータ。
アイロス。すまないアイロス。隊長、いやエリカ、あなたも最後まで生きることを諦めないでください。これ以上幼馴染を失うのは耐えられない。そのつもりだ。タイロのデータ送りました。よし行け。ご武運を。来たか。オデッサで会った時からお前とはこうなる運命だったようだな。この戦闘は無意味だ。これ以上悲しみを増やすな。戦争は終わったんだぞ。それで人の心が解放されるものか。勝った者には分からない。負けた者の痛みなど。命が散る悲しみなら知っている。それで十分だ。貴様、名は遊具クーロだ。短い付き合いになるが覚えておけ。エリク・ブランケの名を。さあ、始めよう。あと一歩が。作り物だとしても願いの一つぐらい叶えてみせろ。Thank you.